みんなこんにちは、はてなくんだよ。みんなは夢を見るかな。夢って面白いよね。いろんな不思議な世界に連れてってくれて。でも夢って朝起きるとほとんど忘れちゃうよね。どうして朝起きると忘れちゃうのかな。眠りには浅い眠りと深い眠りがあって、夜寝ている間に浅い眠りと深い眠りが交互に繰り返されているんだ。夢を見るのはこの浅い眠りの時。この浅い眠りの時に起きれば夢を覚えているんだけど、深い眠りの時に起きると覚えてないんだって。夢の世界ってとても不思議だよね。起きてる時には想像もできないような不思議なことや、想像もつかないようなストーリーが起きるよね。なんで夢の中ってこんな不思議な物語ばかり起きるんだろう。それはね、起きている時の脳はありえないことを考えるのを抑えているんだけど、夢の中ではそういう制限がないからなんだ。夢の中ではありえないこと、普段だったら考えもしないことがどんどん湧いてくる。そして経験したことや想像したことがないまぜになって、不思議な話になっていくんだ。夢って面白いね。今日のまとめ。浅い眠りの時に起きれば夢は覚えているけど、深い眠りの時に起きると覚えていない。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。